続いて、だから東京の人を選んじゃダメだった。西谷さんです。こちらは岡山の方です。じゃあ早速電話してみます。ここいいっすね。もしもし。もしもし。はい。西谷さんの携帯ですか？あー、まさか。え？そうです。あ、城さんですか？おぉ。おめでとうございます。朝倉未来1年チャレンジに応募していただいてありがとうございます。ありがとうございます。受かると思ってました。いいですね。はい、処理選考合格しました。はい、じゃあ会えるのを楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、入っちゃいます。面白いこと面白いですね。受かると思ってましたってキャラ立ちしてますね。すごいですね。面白いですね。お、これはいいですね。彼は何でしょうね。僕の一押しです。姫路で知らないヤンキーがいないっていうぐらい名前は売れてると。そしてプロデビューをしてると。お、早い。もしもし。お、おめでとうございます。朝倉未来1年チャレンジ、まず書類選考合格しました。自分のことを知らないヤンキーはいないっていうぐらい名前が通ってるんですか？はい、そうですね。おー、すごい、期待できる。面白いですね。了解です。じゃあまた1月18日楽しみにしてます。はい、よろしくお願いします。はい、はい、失礼します。いや、面白いですね。面白いですね。岡山から来ました、西谷大成といいます、ね、その昔からその一枚になることだけ、何にしてもですけど、その格闘技にしても仕事にしてもですけど、それだけ思うて今までやってきました。で、今その自営業もしてるんですけど、うん、もうそれを捨ててでも。お、自営業やってるんですか？え、自営業やってます。うん、それでもやっぱその、格闘技で、やっぱりその一番上に行きたいっていう思いもあり、うん、まあそれももうちょっと一旦ちょっと知り合いの会社に託して、うん、こっちに来ることにしました。まあ、昔からその人に負けたことはないので、何にしても。うん。なんでとりあえず、これでもまあ、仮に3人じゃなくて1人だとしても、僕が選ばれると思ってるので、うん。このまま普通にやればいけるかなとは思ってます。自営業はうまくいきました？ああ、まあ今のところは順当にいってます。じゃあその、まあそれなりにじゃ稼ぎも、まあわかんないですが、ある、あ、まあ、あるんですか？それなりにはあると思います。で、じゃあそれを捨ててでも、格闘技の道に進みたいなと。そうです。もうその岡山でその、どれだけ頑張ってもやっぱその、やっぱ知れてるっていうのはやっぱ実際やっぱあるんで、その僕自身の建設業なんですけど、そのやっぱり、原価が見えるっていうのと、やっぱりその、やっぱ夢は見たいっていう、やっぱその、純粋な気持ちですね。それでやっぱりこっちに来ることにしました。なるほど。じゃあ他の、まあ、競合に対よりも強い優勢って何ですか？あ、もうそれはもう根本的にそれ違いますし、それ考え方も、体も全て。全て全て。そう、全てですね。だからもうその、まあ、比べられても逆に困りますけど、まあ、一番になります、とりあえず。わかりました。はい、ありがとうございます。はい。自分は、格闘技を始めてまだ、約2年10ヶ月ぐらいなんですけど、まあ、その中でも、浅い中でも、僕はここに来たら誰よりも一番強いと自分でもう確信してるので、自分今21歳で、19になる前から格闘技始めたんですけど、遅いかなってその時思ってたんですけど、朝倉選手や朝倉海選手、朝倉未来選手がライジンに出たりしてて、あの人たちもそんなに幼少期からずっと格闘技をずっとやってったわけじゃなくて、その、喧嘩して、少年に入ったりして、その中でもあそこまで舞台立ってるって思って、まあそれ知ってから、まあ、自分も、やれば絶対にいけるんじゃないかな。通ってきた道は一緒なのであればあそこまでいけるんじゃないかなと思って、まあ、それを信じてずっとやってきて、で、自分のために最初はずっと格闘技してて、で、その中で試合を勝っていく中で、その応援してくれる人たちがたくさん増えて、その中でも、闘病中で頑張っている子がいて、その子が、もともと僕のことを SNS 上でしか知らなくて、その、いつも、その頑張る姿を見て、勇気もらってますって言われて、まあ、そこから少しずつ連絡取るようになったんですけど、自分が試合出るたびに、そのメッセージくれたりとか、絵を描いてくれたりとか、そういう中で、今、その練習、試合だけじゃなくて、常に日頃から病気と頑張って戦っている子がいるのであれば、自分も、
その子に頑張れって、本当に心の中から思って言うのであれば、常に僕は自分は頑張っていたいなっていう気持ちがあって、その格闘技をしていく中で自分もプロになりたいな、本気でやってみたいなと思うようになり、うん、そんな中、朝倉未来さんのチャレンジが動画で上がってきて、うん、これじゃないのかなと思って、ここまで来ました。うん、キャッチコピーは何ですか？そうですね、一応地下格闘技の時に出てた時には進撃の小僧っていうのも言ってそうですね、甘いな、進撃の小僧さんですね。そうですね、じゃあ尊敬する選手は？あ、もちろんもう、みくるさんですね、もちろん。ちょっと今、忖度してそうだよ、なんか。いやいやいや一番いや、一番はそれはもうもちろんみくるさんですよ。おー、なるほど。いや、二番カイさんとかですか？おー、なんかちょっと空気読んでますよ。そうそう確かに、確かに得意な技。そうですね、得意な技はまあ、ラッキーパンチですかね。ラッキーパンチですね。チャレンジ生になってからどうですか？そうですね、とりあえずもう生活環境も変わって、食べるもうご飯とかも全て全部変わったんで、まあ新しいこう人生が本当に始まってるなって感じはしますね。うん、1日の時間割は朝7時から9時まで朝練。朝練、はいはいはい、はい、そこからまあ昼までは休憩して、うん、昼からそのヒートトレーニングとか運動ですね、して、あとまあそのそれがない日とかはそのお風呂行ったりとか整体行ったりとかっていうその体のケアみたいな。プロだね。思考だけ思考だけ格闘技以外での特技？格闘技以外、そうですね、特技は特にないですね。格闘技、釣り、趣味ですね。あ、趣味か。趣味ですね。これからの夢や目標、人生をかけて叶えたいものは何ですか？とりあえず今そのこの1年チャレンジがあって、うん、まあとりあえず頑張ってそのこれからも格闘技していて、まあ、勝つことで何か見えてくるものあるかなと思いますし、今のところちょっと とりあえずその目標っていうのは特にないですけど、うん、かっこいいね、なんかね、なんかちょっと、うん、一緒にすかした感じで、いやメディア系を狙うようになってきてるかもしれないし。よく見てる YouTube チャンネルは？そうですね、まあ、そのミクルさんのもちろん全部見てますし、うんうん、もうそれもちろん美咲さんのも見てますし。いや絶対嘘だ、これ皆さん嘘ですよね、これ見てください。かなりもう忖度してますね。今の顔色を疑って言わないといけないと思ってるのかもしれません。ちょこちょこは見てます。たまにしか見てないと。見てます。すいません、桜さんはどうですかって質問が来ても、どうですかって何ですか。校長先生みたいな感じ。校長先生みたいな感じ。そう、朝倉さんに言いたいことはありますか？いやいや、もう全然いいことなんかないです。逆に言ってもらえないですね。おー、なんかやっぱうまいですね。いやいやいや、営業トークがうまいですね。いやいやいや、一番朝倉未来さんの第一印象は？第一印象はもう僕らからしたら本当にスターの人なんで、うん、ちょっと怖かったりしましたけど、実際やっぱり一応練習してるとやっぱ優しいとこもあったり、厳しいとこもあったりいう感じですね。未来さんに最近褒められたことないですね。ないです。褒められたりしないんだ？しないんだ、全く。怒られたこと？そうですね、ちょっと減量がスムーズにいかずにブツブツと言われたことはあります。ちゃんとやれよみたいな、酒飲むなよみたいな。酒飲むなよみたいな感じですね。なんでそれつもろです。普段のみくるさんはどんな人ですか？普通に優しいですよ。優しいです。怒ったりしない？いや、もう全く怒らないですね。全く怒らないです。キャッチコピーは何ですか？姫路の少年 H とかですね。姫路の少年 H、 なんか怖いんだけど、すごい怖くない？続いて尊敬する選手は？尊敬する選手はまあ朝倉未来さんと朝倉海さんです、ね、みんな同じことよね、やっぱりね。そうなんですよ、思わないですよ、うん、だからそれ以外、朝倉さんたち以外で。ああ、僕あんまり格闘技興味なくて。え、そうなん、格闘技興味ない？そうなんです。格闘技やってるのに。格闘技やってるんですけど、あんまりその見てなかったんで。格闘技やってるのに格闘技興味ないってすごいね、なんか。じゃあ続いて得意な技は何ですか？右のパンチですね。パンチっす、ね、右ストレート。はい。おお。一番強いやつ。一番強いやつ。一番強い。ラッキーパンチ。ラッキーパンチ。ラッキーパンチはでもあの人だもんね。西田さん。西田さん。チャレンジ戦になってからどうですか？あ、もうなんか半年終えて。してよかったなって本当に思いますね。まあ最初はどんな感じなんかなと、まあ不安要素もいっぱいあったんですけど、うんうんうん、でも来てもうほんまに正解やったなと。まあなんていうんですかね、自分がやっているのであればこの東京に来た方が道が開けるというか、来てよかったと半年で思ったんで、本当にあの時応募してよかったなって今思いますね。で、1日の時間割、スケジュールを教えてください。5時、5時にまず起きて、5時、はい、で、僕はそこ炊飯器あるんですけど、うんうん、で、朝からちょっとご飯をバクバク食べるのがちょっとあれなんで、お茶漬け食べて6時40分ぐらいに家出て、で、そのままトライフォース赤坂に行って、
で7時からもみくるさんにしごかれて、うん、で9時ぐらいまで練習して、でご飯食べて一回家戻って、ヒート行けるときはヒートっていうヒートトレーニングってあるんですけど、体を動かしたりで、そのトレーニングしたり、まあ坂道あるんですけど近くに、そこでダッシュ3人でしに行ったりとか、はい、そんな感じですね。じゃあ格闘技漬けだ。そうですね。じゃあ格闘技以外の特技はありますか？特技ですか？ないっすね。ない僕ないっすね。趣味は趣味？趣味ないんですよ。趣味がなくてゲームするぐらいですね僕。どんなゲームするの？今は荒野行動とかしてますね。意外だね、意外な一面じゃない？いやなんかコロナの期間にちょっとお兄ちゃんに勧められたんですよ、荒野行動やってみろって言われて。でこれからの夢や目標、人生をかけて叶えたいものは何ですか？そうですね、僕の今の目標はライジン出場することなんで、必ずそこまで行きたいですね、絶対に。いいね、そういう夢があるって素晴らしいです。よく見てる YouTube チャンネルは？プロタン見てます。プロタン見てるそうですね。プロタン、ね、好きな女の子のタイプ？結構見た目は黒髪とかの好きで。意外だね。意外ですか？あ、ギャルとか好きそうだ。ギャルっていそうだもん、歩いてそう。同じタイプっていう感じかと思ったら、まあでも優しいのが一番ですね、まあ、でこの家に何人連れ込んだ？この家ですか？いや俺やってるよ、絶対ないっすよ、ね。桜スニフレさんはどうですか？あ、今はそうですね、まあ最初より少しちょっと壁がなくなったような気がします、ね。桜スニフレさんに言いたいこと？言いたいことですか？まあ格闘技で、まあ、僕が必ず有名になって、うん、まあ、どんどん上の舞台に上がっていこうと必ず思ってるんで、見ててほしいです。みくるさんの第一印象は？第一印象です。僕まあその、まあ、初めて会ったのはオーディションの日なんですけど、うんうんうん、僕はその前にインスタグラムその DM で、うん、まあ、メッセージを送ってて、その朝倉みくるさんのジムに行きたいっていうのを送ってて、うん、まあそのまあ、僕の勝手なその時の印象は、なんていうんですかね、ちょっとまあ不良ってなんか冷たいながらも熱い心を持ってる人が多いっていう印象だったんで、そのあの人に送ったっていうのがあって、初めて会うにしてもなぜかなんかどこかで知ってるような、そんなイメージでした。すごいね、なんかシンパシーを感じてるんですね。みくるさんに褒められたことは最近？褒められたことですか？ああでもあの人はあまり人を褒めたりとかそういう感じで。そうですね、でも練習中に逆にあの人が全然褒めないからこそ、あ今日いいねとか言われたら少しだけでもちょっとシャーってなりますね。最近逆に怒られたこと？怒ることはないですもん。怒ることない。僕のためにその指摘をしてくれるところがあるんですけど、それはちょっと怒ってるのとはまた違うのか。普段のみくるさんは練習じゃ以外のみくるさんってどんな人ですか？なんか意外と喋るな。へえ、あ、そうなんだ。一度だけご飯にそのみんな3人と一緒に、うん、連れてってもらったことがあって、その時に結構あ喋る人なんだなって思いました、ね。朝倉未来チャレンジの西谷大成です。相手の情報とかも今のところ入ってきてるんで、その同じく11月1日の試合なんですけど、まあしっかり対処して今回同様いい勝ち方をしてどんどんステップアップできればなとは思ってます。応援お願いします。おいいね、はい、いいですね。素晴らしい。朝倉未来一年チャレンジの近藤裕也です。僕はその三崎優太さんや朝倉未来さんにその支援をしていただいて、1年間で人生を変えるチャレンジを今行ってるんですけど、必ず1年で自分がその1年前の自分よりもはるか上にいる、まあ、自分が想像してなかったぐらいのレベルまでいけることを努力して、その努力が実れるように、まあ、これからも頑張っていくので、そのまあ YouTube 等で僕のことやその畠山君やその西谷君であったりとか動画が出ると思うんですけど、まあ、その度にちょっとまあ少しでも見かけていただけたらありがたいと思っているので、よろしくお願いします。綺麗な畳織り、おー、当店のオリジナルのステーキソースでございます。トマトベースで中に西洋わさびとアプリキネが入ってます。いただきます。うん、なかなかうまっ。うん、よし、行っちゃって。じゃあ行きますよ。やばいわ、ビビるぐらいやばい。食レポ初、食レポ、もう勘弁してくださいこれだと多分勝てない。うまいな、うまい。どうした？なんて言わないかな、これ。なんかサクって感じですね。サクって言うか、サクって